向こうの、バラエティの人って面白そうな方だよな。イエーイ、バンタイ、アクダッタイ。 CM？CM 契約数20本以上。聞きたいことあるよお前。いやそれはもうやっぱりちょっと金の話を聞きたいですけど、やっぱり年収は1000万円より上ですか下ですか。上です。うわすごい言った。あのインドネシアの平均年収が27万6000円ということですから。平均年収、はい、あのインドネシアって2億人いるからね人。ああそうか。人は多いし、はい、子供も多いから本当これからの30年間ますます伸びていく国で、日本は高齢者が多いんでこれからも多分衰退していくかもしれないですけど、インドネシアも伸びる一方だって言われてますね。やっぱこれはやっぱりすごいよね。日本人で多分私が初めてこうインドネシアの芸能界に入ったので、だから結構いろんなところが使ってくださり、一人一人か、はい、えげつない全取りです。アジアにも展開してるのでマレーシア行ったり台湾行ったり。やっぱ日本のタレントさん、やっぱクッキーも台湾ですごい人気だったりだとか、出てきた方がいいんだなこれ。確かに、ね、いい。ただやっぱジャカルタのメガネかけたタレントさんに勝てる気はしないですね。あの人今まださ、はい、その芸能も含めてあのいろんなやり口がいっぱいあるじゃんか、はい、楽しくてしょうがないでしょ。そうですね、いろいろなんかあこういう施設作ったらいいのかなとか、うん、なんかみんなが遊べるボーリング場みたいなとか作ったら面白いのかなとか、あんまり遊ぶとこがないので、映画しかないのでそういうとこ作ったらまあそれなりに帰ってくるかなとか。自分らもあの協力させていただいてクッキーって知ってる？あのでも顔はなんか塗ってる人ですね。塗ってる人、あれで今もう大ブレイクなんだけど、クッキーなんか向こうに行って売れると思います。自分頑張りますね。